柔軟にポジティブに考えればフランチャイズとしては非常に有効な施策なんですよ。フランチャイズチャンネル。フランチャイズにおけるオーナーチェンジについて。まあ、フランチャイズにおけるオーナーチェンジっていうのは、要は店、まあ、竹田地区だったら後者はそのまま経営者が変わるということですね。で、後社長とか店長はその場合はままの場合もあるし、変わる場合もあるっていう、それがオーナーチェンジです。代表的なのは個別指導軸とかだと思いますけど、僕があのよく例に出すのは一棟なんていうと、みんなもう僕が加盟契約した人なんか誰もいないです。でも後者はあります。で、それは成功してる4人か5人のオーナーが契約更新になる後者を全部こう買っていくっていう感じで、もう何十店舗100店舗以上ってやってるオーナーを作っていくと。契約更新しないっていう、辞めるっていうオーナーはあんまりうまくいってなかったから辞めるわけだけど、成功してるオーナーが買うとその後者が良くなるっていうことがあって、それは FC 全体としては成功してるということになりましたね。で、竹田地区でもね、まあ、竹田地区が一番こう分かりやすいと思うんで、いろんなケースがありましたよね。去年はその一棟みたいなケースが結構ありましたよね。要は契約5年迫って、まああんまり成長がいないんで、まあ林さんとしては変わってほしいわけですよね。はい、ね、だってうまくいってないんだもん。はい。で、まあ、ただ竹田地区の場合はうまくいってないって言っても赤字とかいうことじゃないケースが多いから、生徒数は少ないんだけど、でもまあね、人口50万の町で15人とか20人でやられては、これは本部側から見たらロイヤリティの一室ってなるんですよ。だから投信の場合だったらすぐ隣に作るわけですね。で、竹田地区はそれしないから、契約更新の時にこれ自動更新なんだけど、5年間でこの双方から離婚を入れるみたいな期間があるんで、そこをこう基準にしてオーナーチェンジをして、やっぱりね、一部ちょっとあんまり変わんないところもあるけど、ほぼほぼいいですよね、変わって。どうですか？変わってダメなところないよね。みんなオーナーをチェンジしたことによって良くなってますよね。だこれはあると。あと竹田地区では実はそうじゃないオーナーチェンジもありましたよね。発端はあるエリアを取り合ったかな。はい。2人のオーナーが、人のオーナー、一番先に関西に進出してたオーナーが、まあいいエリアを取ってて、その後加盟したオーナーが新規で入ってきて、そのこのオーナーも有力だったんで、この次に出すっていう、ここも非常に魅力的なところだったんですよね。そこをどっちがやるかっていうことで、まあ取り合って、その取り合いの会議の中で先にこの2つ出していたオーナーが、ここができないんだったらこの2つを売りますよっていうね、ことで話がまとまった、これのオーナーチェンジですよね。これはだからすごく金額が高くなるんですよね。うまくいってる校舎を買い取るっていうオーナーチェンジだったんでね。今後これはね、起きてくる可能性はね、結構あると思います。だってエリアがこうなくなってって、いや、ここがにできるんだったらここは自分としては売りたいなって言って、これは買う人はいるでしょ。うん、だからお互いの持ってる校舎をね、モノポリーみたいに交換して、そのエリアを作っていくってことは近い将来あるかもなと思いますね。うん、それはありますよね。だからここはですね、このオーナーチェンジの会で言いたいこととして、オーナーチェンジっていうのは柔軟にポジティブに考えればフランチャイズとしては非常に有効な施策なんですよ。加盟店加盟校側からしてみたら、フランチャイズっていうのは資産であって、それもかなり流動資産に近い、売ろうと思ったら売れるもんだっていうね、意識を持っておくべきだし、本部側からしたらこのオーナーチェンジをうまく利用していくことによって、オーナーを入れ替えてフランチャイズ全体を強くしていくということもできるという。だからここはオーナーチェンジって言って、なんかオーナーをすげ替えられちゃうんだっていうようなマイナスに取る人がいるんですけど、そういうことではないというふうに思ってますけどね。ただそう簡単なことでもないですね。続けたいと思っていただけるオーナーさんがね、まあ嬉しいことに多いんですけど、でも続けたいって思うならもうちょっとちゃんとやってよって思うところもあるわけですね。まあ、そこはね、やっぱりご本人はやっぱりオーナーとしては精一杯やってるかもしれないし、でも林さんから見たらちょっと足りないと見えるわけでしょ。でもそれは全体を比べれば分かる話ですね。全体の中での話、その人一人だけの話じゃないから、数字的に見てさすがに明らかにちょっとっていうところにはご協力をいただいて、しかもね、あの召し上げるわけじゃないですからね、あのちゃんとそれなりの金額もつけたりするわけですから、
あのそれは武田塾グループ全体の発展のためにご協力いただければなと思いますね、はい、武田塾は今ねやっぱりやりたいってオーナーさんがたくさんいるからそれができるっていうのもあるんですよね、うんうん、フランチャイズ全体がダメだったらこういう話は絶対 できないですからね。それはもう直営化していくしかないですよ。その場合はもうやる人いないんだから。そうですね。あと、うん、この前の加盟説明会でもどういった時にオーナーチェンジが起きるかとか、まあ、うまくいってない校舎ってのはどうなのかっていうのを、うん、まあ、具体的に詳しく話すじゃないですか、うん、その時に例えばオーナーさんにこういうお願いをして、でオーナーさんがこれをしなくて、これもしなくて、これもしなくて、これもしなかった場合こうなりますっていう感じだから、普通はありえないことなんですよね、うん、オーナー、あの生徒数が少なくてオーナーチェンジっていうのは、うん、これも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 してくれなかった、こう伝えてるのこれもしてくれなくて、でもそれでもやりたいっておっしゃると、いやそれってダメじゃないっていうぐらいだから、あのそんなにめったに起きるもんじゃないと、で起きるレベルとしたらこのぐらいの条件が揃った時だっていうのを伝えたら、大体皆さん安心はしていただくような話だと思います、まあ、少なくとも説明会で聞いたらみんな大丈夫だと思うんです。でもやっぱりやってみると20人に1人ぐらいそれができないっていう人が出ちゃうのはしょうがないかなとも思います、はい、はい。